第7代ウェストミンスター公爵、ヒュー・リチャード・ルイ・グローブナーは、イギリスの貴族、実業家、大事主、大富豪。総資産額は90億ポンド以上に及ぶ。生誕から2016年8月に借位を継承するまでは、ウェストミンスター公爵くらいの法廷推定相続人として、グローブナー伯爵の儀礼称号を使用した。 1991年1月29日、第6代ウェストミンスター公爵ジェラルド・グローブナーと、その妻、ナタリア・グローブナーの長男として、ロンドンに生まれる。生誕時より、公爵の着手として、父の従属爵位の一つである、グローブナー伯爵を儀礼称号として称した。ウェストミンスター公爵家の邸宅イートンホール近くの、モスティンハウススクールに通った後、 2000年から2009年までエレスメアカレッジに在学。エレスメアでは監督生やメネルハウスのキャプテン、フットボールチームのキャプテンなどをした。また、学校の学生連帯の隊員となり、ブテックファーストディプロマを取得2011年から2013年にかけて入荷する大学で農場経営を学ぶ。 アッパーセカンドクラスの理学志望を取得した2013年から2014年まで、ウィートシーフ投資で土地管理の仕事に携わる。2014年から2015年にかけて、ウェストミンスター公爵化の土地を管理するグローブナーグループで勤務。2016年1月には、自然エネルギー会社バイオビーンの営業マネージャーを務めていた。2016年8月10日の父の死去により、 第7代ウェストミンスター公爵位を継承した。姉妹のための信託基金とともに90億ポンドの資産を相続した。この信託基金の財産は実質的に公爵の財産だが、法律上は公爵の財産ではなく相続税対策だった。当時25歳であり30歳未満の人間としては世界で最も富裕な人物だった。2020年には 国民保健サービスの新型コロナウイルス対策2250万ポンドを寄付した。国民保健サービスは感謝を表明したが、格差反対の政治家や活動家などは、この額は、ウェストミンスター公爵家の資産額の0.1%に過ぎないと批判している。2016年8月10日の父の死去により、以下の借位を継承した。ありがとうございます。